久保さん今回はソクラテスにしましょうか簡単さ。簡単すぎる人生に生きる価値などない <laughs>。簡単すぎる人生に生きる価値などない。なかなかソクラテス、パンチ効いてますね。まあ、猪木さんの話出てましたけど、ね、とんとん拍子で簡単にあのプロレース界で活躍してたら、あの、深みはなかったんじゃないかなと思うんですよ。いろんな逆境があって、 またダメ、またダメ、またダメみたいなね。イーロン・マスクも今すごいことになってますけど、昔はあの、もうお金なくて、あのペ、ペーパルを売却した何百億ぶち込んで、全部溶けてみたいな。で、ロケットこれ飛ばなかったらもう終わりだみたいな。そこで起死回生の一発上げられて、そこで何とか申し答えてみたいなストーリーがあって、なんかあの、 もちろんね、とんとん拍子で行けば、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、なんですかね、やっぱ富士山に登るっていうところで、まあ確かにね、目的地を、目的を早く達成する、簡単に達成するんだったら、ヘリコプターで富士山に登ってしまった方が、まあすぐに、まあ登れるじゃないですか。ただ、なんだろうな、その、人生の価値みたいに捉えた場合、僕は富士山を、 ああのね、苦労して登ってでその登ったその先に見る景色っていうのが人生の価値なんじゃないかなと確かにその物の見方を変えるとなんでそんな苦労してまで富士山登るのとかねいやヘリコプターで行けばええやんみたいな話でもあるかもしれないですよだけど人生の価値っていうところで見るのやあるならばねまあ大変ですよね富士山登るのとかエベレスト登るのとか大変なんだけど そこに僕は価値があるんじゃないかなと。うん、だからソクラテスはもうガッツリバーンみたいなね、そんなの言ってるんですけどね。ただね、お金に関しては簡単に儲かる方法にみんな飛びつくんで、まあ、なかなかね、ここがあの難しいところですけどね。簡単に儲かりますっていうのはやっぱりやっぱ反応出るんでね。努力しましょうっていうキャッチコピーは、まあまあ商品売れないですよね。<laughs> 1>, <laughs> 1万サイト作るやり方を教えますっていう商品を売るのは結構僕も至難の技ですねあ大丈夫です1万サイト作れば絶対稼げるんで教えますよ1万サイトの作り方みたいな <laughs> なかなか売れんなこれな根 <laughs>、ね、久保さんね <laughs> 1万サイトの作り方 <laughs> 絶対稼げますよと絶対稼げます <laughs> だけど買わないですよね <laughs> これは難しいですねなか,なかとはいいってらっしゃい